どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回初登場です、若者バンドスミカのラバーズ。こちらの曲をこのちっちゃいウクレレでガズレレレ超簡単バージョンでやってみます。この曲はかっこいいんですけど、サビでね、本来はですね、キーがドンと上がって転調するんですよ。で、皆さん、このガズレレではね、超簡単にしてるっていう風にいつも言ってるんですけども、転調すると抑えるとかすっごく難しくなっちゃうんで、今回本当にガズレレ流オリジナル、ウクレレ初心者向けに転調しないバージョンでやりたいと思います。で、転調っていうのはね、キーが要は変わるっていう、ちょっと難しいんですけど、後でちょっと解説しますけど、そのやり方も一応、さらっとお伝えしますので、やってみてください。この方式だとですね、初心者の方でも結構できますんで、はい。いけますよ。この曲できますよ。はい。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは、シンプル簡単に4つ弾きで弾いた、初心者でもなるべくできるようにしたガズレレリオリジナル簡単版。後半は、かっこいいバージョンです。ノリノリのリズム。で、キーもここも変えずにやりますね。はい。で、さっきも言ったんですけど、キー変える方法もちょっと後でレクチャーしますので、最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、ウクレレ弾いてどんどん歌いましょう。カラオケとか CD 聴くのもいいですけど、やっぱ演奏して歌うの最高です。ウクレレだったら簡単です。しかも、ピアノとギターよりはるかに簡単なんですけど、奥が深いんですよ。これぜひ皆さん体験してもらいたいです。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ながらウクレレ弾いているだけで、どんどん楽しく音楽ができるようになります。もうちょっとしたらここにリンクがあるんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の順番通りにこう動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？私今できてんじゃない？すぐなりますからね。お楽しみ。いや、楽しんでやってください。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽がウクレレで簡単にできるようにした簡単レッスン動画にしてアップロードされております。ありとあらゆるジャンル。最新 J-POP から夏メロから昭和の歌謡曲から洋楽からハワイアンから、アニメソングから演歌からもう何でもありますから探してみてください。先ほどリンクの下の方に行くと探せたりリストになってますんで、お気に入り見つけてください。それでは早速、シンプル簡単バージョンの方からスミカラバーズ。やってみます。最初になりたがり、女は最後になりたがる。命令にあやかって言わせれば、どうやら僕は情けなく校舎人。口約束の結婚をした17の秋には、脇目振らせることが怖かったんだ。今は違うらしい、たくさん比べてほしい。そんで何百万の選択肢から選んでほしい。だってその方がずっとずっと最後まで寄り添い遂げられる気がしているから。ねえねえ浮気して、ねえねえお染みして、ずっとずっと離れるように、ねえねえふらついて、ねえねえ揺られいて、ずっとずっと離れるように、最後の最後の最後には、お願いこっち向いて、お願いこっち向いて、こっち向いて笑ってほすのです。スミカのラバーズ、ガズレレで超絶簡単バージョンやってみました。サビでね、
キーが上がんないんですよ。あそこ、本当はね、ねえというところでキーがトンと上がるんですけど、上がるとね、やっぱりコードがめっちゃ難しくなります。で、そのちょっと秘訣も後でちょっとお知らせするんですけど、今のとりあえずバージョンで、まず歌をあそこまでやってみてください。もちろん聞いていただいて分かったように、ガズレレショートカットバージョンにしてます。1番をずっとやって、それで今終わったということなんですけど、2番やりたい方、コード進行は一緒ですね。書いてってください。で、動画のテロップと一緒に合わせて弾いてもらって、その後は自分でノートに書いて、そのノート見ながらやるのもいいですからね。で、ちょっとその参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけど、ちょっと長くてですね、久しぶりに2枚に渡りました。はい。まぁ、ちょっと これだけ2枚に渡っちゃったんですけど、まぁ、見ていただいて、こっからイントロですね。で、いつも書いてあるんです。下に書いてあるメッセージとか、なんかコードがね、後半やるかっこいいバージョンで、出てくるやつで。今やったのは上の段です。ちょっと一時停止してメモってください。これテロップと見合わせながらね、やってください。どうぞ。はい。ここ A メロ。いっぱいコード出てくるんですね、結構。でも、一個ずつ見るとコードは難しくはないですね。はい。今のは上の段でやったわけですからね。はい。じゃあこの列。はい。ちょっと言葉もすごく多いんでね。ここ見てください。タッターとか書いてあります。これ後半やるかっこいいバージョンで決めるやつですね。はい。この辺。で、本当はここのねえからキーが上がるんですけどね。今のはキーが上がらないガズレレ流超簡単アレンジバージョンですから。はい。ですか？はい。ここまで来たら今度こっちに行きます。で、ここ、お願い、こっち向いて。で、ここはほら、後半はいっぱいコード出てくる。今はシンプル簡単バージョンは相当簡単にアレンジしてますと。で、ここ最後やって、エンディングここで終わったというガズレレよりショートカットバージョンでやってみました。いかがだったでしょうかね。はい。じゃあ出てくるコードを解説しましょう。結構多いですね、こうやって見ると。でも一個ずつ見ると簡単ですよ。言っていきます。C、Am、F、Dm、E7、C7、これがちょっと特殊かな。C、オーギュメント、AUG って書いてオーギュメントと言います。これ、一個だけですからね。はい。で、ここ G7、E7、Em7。で、ここをご注目ください。F 星って出てきたでしょ。F 星。で、これは Fm っていうのは今は出てきてないんですけど、かっこいいバージョンで出てきます。で、F 星っていうのは Fm がちょっと初心者の人を抑えるの難しいから、Fm 抑えられない人のためのちょっと響きが似てるガズレレオリジナルアレンジコードですから。はい。どっちかということで。今は、だからこれ以外のコードが全部出てきたということですね。これはかっこいいバージョンで使いますと。はい。で、今言いますと、これ以外ですね。C オーギュメントと C7 もこの辺以外はこの超定番コードなんですよ、この辺は。はい。ガズレレ必須コードです。ガズレレ必須コードってなんじゃらほいという方。はい。これはですね、コード、8個のコードの便利なコードのグループなんですけど、コードを音楽やるときに覚えなきゃいけないんですけど、皆さんウクレレで音楽今始めるとなさってる。ウクレレにとってものすごく大事で、大切で、最初に覚えた方がいい便利なコードが8個あって、それをガズレレ必須コードと言っております。で、以前この8個のコードを私がめちゃくちゃ分かりやすく解説してるんで、まずこれを最初に覚えてください。8個って言うと結構多いような気がしますけど、1本指のコードがたくさんあるんで、結構気楽に覚えられます。はい。じゃあここにリンク貼っておきますんで、ガズレレ必須コード8個のコードを覚えてください。今日は全部出てきますから。はい。いってらっしゃい。コードはそこで覚えてください。じゃあ、個別にコードを解説していきましょう。まずこの C、AUG、C、オーギュメントっていうコード。これどこで出てくるかっていうとですね、ここに1回出てくるだけなんですよ、ここ。最後のここですね。はい。これはね、簡単ですよ。C、AUG っていうのは、ここ1個だけです。Am の隣、1個だけ。OK。で、ちなみに C7 はここですからね。C、オーギュメント、C7。はい。これ出てきます。で、先ほどから何回も言ってるんです。この Fm が押さられない人のための F 欲しい。これ簡単です。どうやって考えればいいかというと、C と、F ってこことここ2個押さえるんですけど、C と F を同時に押さえます。ここ薬指でも小指でもいいです。これで Fm の響きを再現したということになります。はい。で、これが F 星ね。で、F 星じゃ、本当はこれは Fm というコードを使いたいです。Fm の押さえ方、一応やってみましょう。こことここ、こういう風に押さえるのが教科書通りの押さえ方です。こういう感じ。なんですけど、私の場合、ガズさんはこう親指で押さえちゃいます。はい。どっちでもいいですよ。親指で押さえる方は握り込んでください。人差し指で押さえる方はこう下からこうつくやつ。この角度が大事ですから、この手首とかの角度。これで Fm マスターしてください。ということでございます。はい。そしてですね、リズムの方の解説に入ってきますけど、基本的にはドン。疾走ビートという曲で、のリズムの弾き方です。ちょっとやってみますよ。涙の訳をダダダとスラムダウン。どうですかこれ。ダンス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 
疾走感あるじゃないですか。なんていうかこう、ね、スイングしてる、スイングジャズみたいな感じなんですけど、こう疾走感、馬がパカ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 行くようなイメージがいいと思います。疾走ビートっていうのはね、強弱だけなんですよ。ドンダン、ダン、ドン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 ダン。はい。以前これめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、弾き方ですよ。この後ね、やります。ご紹介しますけど、次のね、リズムも一応紹介しておきましょう。キメがすごく多いんですよ。例えばね、カッティング。イントロのフレーズ、ここの、ここにも書いてあるんですよ。カッティングで書いてあるでしょ。ここ、イントロ、印象的なやつ。ワン、ツー、スリー、フォー。デン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 。こうやって、ダン、ダン、ダン、スキタガタガタ。こんな感じ。カッティングっていう技があって、左手で音を止めるんですよね。一応ですね、イントロのカッティング書いてみました。ダツツツツ、ダツツ、ダズズ、ダズズ、ダズ。これ、大きい丸は普通に弾く。ね。バツはカッティング、チャカっていう音ですね。ちっちゃい丸は、アクセント弱めです。ダカカカカ、ダカカ、ダドド、ダドド、ダン。これイントロで、こんな感じでやってみようと思います。ちょっとこれメモっていただいて、参考にしてください。この通りじゃなくてもいいんですけど、で、このバツのところがカッティングつって、カッティングつって、例えば C を弾いて、パッと左で触るんですよ。その時に弾くと、これがバツです。こんな感じです。ダン、カカカ、ダーダ、ダンダ、ダズカ、ダン、ダン、ツクク、カー。カカカ、これカッティングですね。なんでこの曲は疾走ビートとカッティングをうまくミックスさせる。あとはな、タッターとかこのキメが多いですね。これもみんなカッティングですから。この二つのリズムをフォーカスしてやってみましょう。このリズムの弾き方、ここにリンク貼っています。このリンク先はガズレレホームページの一枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページで、そっから、疾走ビートとカッティング。練習してみてください。これはね、疾走感、なんかこう軽やかに前にこう、馬がこう軽やかに走っていくっていうイメージが私はいいかなと思って。このスミカさんのプロモーションビデオもね、なんかそんな感じの、軽やかな感じが結構印象的です、ね。それでやってみようと。リズムは結構大事ですからね。よろしくお願いします。あとですね、キメがたくさんあるって言ったんですけど、あとここも言っときたいな。ここ2拍のリズムがありますからね、ここ。テロップでもちょっと書きますけれども、ちょっと注目してください。ちょっとここやってみようか。A メロのね、後半。つらさ悲しさ感情いろいろにじんだインクのさ。ここ。G マイナー、G7。じゃんじゃん、ずんだんずんだん。一回ずつだから、1、2で2拍になってます。はい。で、そこにな、の次なんですけど、まず、イントロの最後のところの、キメ1。キメ1って書いてますけど、ここよく見てください。1弦、2、3、5って書いてあります。ここはね、きっとすぐわかると思う。ではやってみましょう。イントロね。最後。二三五。涙の訳をって入ってきます。涙の訳。てんてんてん。はい。一弦の二三五単音で弾きます。こういうのを入れるとまたちょっとノリがね、いいかなと思って。楽しんでやってみましょう。でですね、キーをどうしても上げてサビのところでやりたい方はですね、あのですね、全部3フレットをこう人差し指で押さえてください。ここをここだと思って、ここでサビやるんですよ。ねえねえ浮気してねえねえ遅いしてずっとずっと離れるよ。ここをずっとこの押さえっぱし、逆に言うとカポタストを3フレットにサッとはめて、このコード進行でやるといいです。そうするとこれ結構ね、頑張ればできるかもしれません。ねえねえ浮気してねえねえ遅いしてずっとずっと離れるよ。ずっと3フレットこう押さえたまんま、この役目は3フレットです。これでやると、サビ、キーが上がった状態でできますから。はい。こだわる方はこれでおすすめいたします。で、あとはやっぱこのコードがこう、ここら辺、増えたりね。お願いこっち向いてるところとか、結構ここ忙しいですね。ここは頭打ちで弾くんですよ。こんな感じです。お願いこっち向いて、お願いこっち向いて、こっち向いて笑ってほしいの、ダーン。ここはちょっとね、ツッターンとか始まりますから、テロップにも書いてみますが、お願いこっち向いて、お願いこっち向いて、こう、ダーツクダーツ。はい。これテロップ見たけど、いっぱいコードが出てきて、コードも頭打ちです。ダーツク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 っていう感じで弾いてみようと思います。はい。ちょっと大盛りですけど、やってみましょう。はい。じゃあガズレレ流、ラバーズ。かっこいいバージョン。やってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ダッI'm not sure if you're going to be able to do that.
ラバーズガゼレレビューかっこいいバージョン、かっこいいバージョンと言いながらもサビでは転調しない、簡単バージョンのかっこいいバージョン、ちょっとややこしめですけれども、どうでしょうか。これだったら結構いけるかな。でやっぱリズムの疾走感とか、あのなんていうのかな、スイング感というか軽やかさが出るとすごくいいと思うんですけれども、はい、こうウキウキ気分でやる、これいいと思いますね。でサビ、さっきも言ったサビでキーが上がった方がやっぱりどうしてもいいなっていう方は3フレットを押さえて挑戦してみてください。この挑戦する価値はすごく高いと思います。いろんな方法でこう取り組んでみましょう。ありがとうございました。さあガズレレですが、いろんなことやっております。全国飛び回ってイベントもやってるし、本をいろいろ出したり、このウクレレもこのクラウドファンディングで始めます。そのようなご案内、これからちょっとご覧いただきます。はい、お時間ある方ご覧になってください。今日はありがとうございました。チャンネル登録などもよろしくお願いします。また会いましょう。チャオ。じゃあご案内どうぞ。はい、ガズレレいろんなことやっております。まず最新情報こちら。ドーン、これです。これ。100曲入りの立東ミュージックから出てるガズウクレレ、簡単ウクレレソングブック。はい。これがですね、見てください、この曲。こんだけ入ってます、曲が。しかも超絶簡単版。こんな感じになってます。これはですね、もうありがたいことに Amazon で1位獲得中でございます。それだけの方が楽しいって言ってくれると思ってますんで、まあ、よろしくお願いします。これどんどん。こんな本またいっぱいありますんでね。ホームページチェックしてください。まずガズレレ .com ね。はい、ここにホームページのリンク貼っておきますけど、ホームページ見たら大概いろんなこと書いてますんで。はい。じゃあ、イベントのご案内。イベントはですね、はい、こちらです。まず6月16日、沖縄那覇でガズレレ。沖縄とウクレレとかも合いすぎる。やばいですね。はい、来てくださいよ。6月16日に沖縄なんですけど、その前日に、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会無料です。この本の発売イベントやりますね。そっちも、押しかけてもらって、その流れで翌日もガズレレで盛り上がろうって感じでいいと思います。はい。で、長野も行きますからね。長野もお待ちしてます。その次、奈良もあります。はい、みんなでウクレレ持ってきてワイワイやろう。これが楽しいんですよ。みんな同勢で一曲やるこの感覚。はい。お楽しみにしておいてください。はい。東京都内でこちらです。ドーン、千人ガズレ、千人ガズレ。これも毎年恒例3年、今年3回目になるんですけど、もうこの、これね、こういうことです。千人ガズレ、アースガーデン、っていう代々木公園でやってるイベントの中にガズレレのタイムを設けていただいて、そこでもう無料イベントです。参加、みんなさんどんどん参加、参加申請とか入れて勝手に来て勝手に混ざって勝手に歌って帰る。これが最高なんです。もう課題曲5曲決まってます。課題曲のリンクここに貼っておきます。時間はね、もうちょっと来週公開になると思います。はい、まず曲練習しておいてください。これみんなで歌いましょうね。面白いね。はい。で、ブログも書いてるんでね、読んでみてください。あとはこのウクレレ、今使ってるこのウクレレ、クラウドファンディングでベトナム製で単板、全部、オールハンドメイトの単板製です。すごい高品質のウクレレをクラウドファンディングで皆さんシェアしたいと。これもちょっと遅れてまして、6月前半になっちゃうかな。はい。いろいろちょっと遅れ気味で申し訳ないですけど、テンションだけは巻き気味なんですけどね。はい。いつものことでございます。はい。ありがとうございます。はい、ガズレレいろんなことやってますんで、フォローしてください。楽しいことはどんどん広げましょう。楽しい方はどんどんガズレレご活用してくださって、こう、みんなに広げてくださいね。チャンネル登録もお願いいたします。さよなら、バイバイ、またね。じゃあ
player